日々黄金の歴史あり、ザ・ゴールデン・ヒストリー。今週は珍しい名前というテーマでお送りしています。1970年5月、日本人のプロスキーヤーが世界最高峰エベレストの大斜面をスキーで滑り降りる偉業を達成します。その光景に感動した父が、2年後の1972年、自分の息子を三浦雄一郎と同姓同名にしました。三浦雄一郎さんは50歳、福岡県の出身です。市役所勤めだった父は、冬になると8ミリカメラを抱え、岐阜や長野へ出かけるほどの雪山好き。帰ってくれば子供たちと上映会が始まります。登山の様子を見せられても、父のように心が動きませんでした。大学を出てしばらく地元で働いていた三浦さんが、ベンチャー企業の投資会社に転職したのは32歳の時。そこで出会った起業家たちに触発され、2010年単身で中国へ渡ります。向かった先は国際都市上海。人脈もない土地で始めたのはインターネット通販のコンサルタント業務でした。街全体がもう活気にあふれててね、驚きました。人のエネルギーってすごいんです。ちょうど中国の市場が大きくなっていく時期で、私も東京と上海を行ったり来たりしていました。事業の成功を収め、三浦さんは湧き上がる自信を頼りに新たな場所で挑戦したくなります。今度はインドネシアの首都ジャカルタ。ところが中国と比べて物流の体制がなかなか整わず、わずか1年で事務所は閉鎖。三浦さんは日本に帰国したのです。東京に戻った後はコンサルタントとしていくつかの企業を渡り歩いた三浦さん。現在は宝飾品や貴金属の取引を行う会社で新規の事業を任されています。どこの職場へ行っても名刺交換をすると三浦さんの名前が話題となり盛り上がります。2013年に三浦雄一郎さんが80歳でエベレストに登頂した時は大変でした。電話番号の案内サービスを調べると、私のうちの番号につながるらしく、お祝いの電話とファックスが延々届きました。あんなに知らない人からおめでとうって言われたことなかったです。偉大なプロスキーヤーかつ登山家と同姓同名。しかし嫌だと感じたことは一度もありません。むしろ思わぬ出会いがあると三浦さんは喜んでいます。いつだったかな、鹿児島の老舗旅館の社長が間違って私の SNS に連絡してきたんです。それがきっかけで仲良くなって何度も泊まりに行きました。冬山へ登らなくても人生の冒険はいつだってできる。今の会社で結果を出したその先には、もう一度上海で仕事をしてみたい。三浦雄一郎さんの挑戦に
終わりはありません。